皆さんこんにちは、りょうかです。今日はインテリア系の購入品紹介をやっていこうと思います。ちょっとね、昨日買ってきたばっかなんですけど、ちょっと先に紹介しちゃおうと思って紹介します。1個目はじゃあロンハーマンから。ロンハーマン行ったんですよ。で、タオルをねやっと買い替えました。結構いろいろ探して試してみたいな感じで、ザラホームのタオルも良かったけど、やっぱ長さが足りないで、バスタオルになると大きすぎるとかで、そうちょうどいいさ、こういうこの長さがのフェイスタオルが欲しかったので、結局ロンハーマンで買いました。試してロンハーマン試してすっごい使い心地良かったので買いました。この結構前にこの1個ブラウンだけ買ったんですよ。で試してて、なのでブラウンは2個こんな感じで買って、もう1色なんか1色でバーってまとめようと思ったんですけど、この色めっちゃ可愛すぎて、見て可愛い。でこれは3つ買いました。トータル6個ですね。結構ね、髪の毛乾かしたりとかでも使うし、梅雨の時期がやっぱ乾かなかった時があるので、そういう日のためにね6個買いました。あ、5個なんで今トータル6個ですね。でこれのバスタオルも同じカラーでまとめて、これはじゃーん、ブラウン2色とバスタオルは1個も買ってなかったんで、もう一気に買い替えようと思ってブルー2色です。可愛くない？この色で全部揃えた感じがめっちゃ可愛くて、じゃーん、めちゃめちゃお気に入りです。ふかふかなのでタオルはロンハーマンにしました。でロンハーマンで、あとハンカチも買ったんですよね。ハンカチも持ってるんですけど2個、また追加で2色買いました。じゃん、使うからね、すごいって感じです。で、あとねこれ、じゃん、ルームディフューザーです。ちょっと結構前の購入品紹介でザラホームの買ったんですけど、本当に匂いが全然部屋にしなくて、まあ多分結構種類ある中の一つだったんで、まあ、他のやつだったらしたのかなって思ったけど、ちょっともうあまりにもしないまんま秒速でなくなっていったので、ちょっと嫌だなと思って、こっちにちょっとロンハーマンのこちらにしました。アポシア、わからん、イフっていうやつので、めっちゃいい匂いで、ルームスプレーもあって、スプレーと迷ったんですけど、まあ、やっぱずっと置いてて匂いがするやつがいいなと思ってこれ買って買いました。これ結構ね好きな人多い気がする。なんか割とみんな好きそうな匂い、なんか癖があんまりない匂いです。でこれ昨日出したんですよ。でももう全然匂いがちゃんとするちゃんと部屋で匂いがするから、あ、よかったってすごく安心しました。こちらイフなので、ロンハーマンではこんな感じです。お次がね、ザラホームで買ったアクセサリートレイ、1個目がこちら、ちょっとネックレス、こういうやつを買いました。なんかもうすぐテレビ台が届くんですけど、テレビ台が届いたらその上に置こうって思ってて、結構ネックレス、まあ、常につけてることが多いんですけど、こうやって置くなり、こうかけるやつが、あ、いいやつあったらそっちにかけて、でこっちにはリングとかピアスとかを入れようかなと思って、可愛いので買いました。あともう一個、今こうやってじゃーん、アクセを置いてるんですけど、こちらです。これをね取るとね、こういうやつ、この大理石のやつで、ザラホームって書いてあります。ちっちゃいやつで、これキャンドルスタンドだったかな、キャンドルをこの上に置くやつだったんですけど、これもテレビ台とかに
置いてアクセ置けるなと思って買いました。めっちゃ可愛くて結構重たい。でもう一個がブランケットを買いました。ちょっと若干フリンジになってて、素材もちょっと麻っぽい感じのやつなんですけど、あのソファーを買ったので、ソファーの上にブランケットとして使えるようなやつ、まあ、冬真冬になって寒くなったら、まあ、毛布とか買ってもいいけど、まあ、基本はこれでいけるんじゃないかぐらいの厚さにしました。 140×190 ぐらいの大きさだったと思う、確か。そう、本当はサラッとした肌触りのモフモフ系を買おうかとも思ったんですけど、すっごい毛が抜けて、ちょっと服にさ、着てたジャケットにすっごい毛がついちゃって、私結構黒とか濃い色の服を着ることが多いので、なんか家に帰ってきてソファー座ってブランケットかけたらめっちゃ毛だらけってなるの嫌だなと思って、結局これにしました。でもこれもね、可愛いですよね。これちょっとフリンジのやつです。ちょっとこれをまだ買ったばっかでさ、紹介しようと思ってたんで入れてないんですよ。だからちょっと今から洗面所に収納しまして、ちょっとその洗面所のさ、収納したところだけ写しますね。はい、じゃん、こんな感じで収納しました。いい感じ、こんな感じのミッフィーちゃんのランドリーバスケットですね。こんな感じで角っこに置いております。あ、そう、あとこれも買ったの、じゃん、このリーファのドライヤーも買いました。よくない、あ、私が映った、じゃん、こんな感じに収納できました。で、引っ越しでちょくちょく買い物をしてて、でいちいちさ、また検索して概要欄とかめんどくさいので、楽天ルームにね、まとめてるんですけど、これからもうちょっとプラスして載せようかなって感じで、まあ本当になんかこう動画見て気になるってなった人とかに、まあ見やすいようにまとめてますので、ぜひそっちも見てみてください。で、はい、という感じで購入品紹介でした。いかがでしたでしょうか。まあ、いろいろ、また揃えたらルームツアーしたいんですけど、ちょっと9月末がお洋服の発送と被ってて、多分すごい家が段ボールだらけなので、できるか絶妙なとこなんですけど、まあ10月中には絶対出そうと思ってるので、ぜひ楽しみにしててください。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。